はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、機関車トーマスのおしゃべりポンプ泡タイプです。はい、こちらですね、機関車トーマスのポンプ、うん、手を洗うためのポンプ、それが出てたので買ってきました。うん、中身はないです。石鹸などは入っていません。だからこれは、好きな泡タイプの石鹸水を入れればいいんだな。うん、それだけじゃなくて、なんとですね、この上ポンプを押すときに、トーマスが喋るみたいだね。うん、音声はね、この3つ入ってるみたいだね。そうだね。はい、じゃあ開けていきましょう。はい、スライド。よし、はい、じゃあ取り出してください。はい、ポン。おー、はい、こちらがポンプの上部ですね。うん、透明カバーの中すごくよくできてるね。うん、トーマスのこのフィギュアがあって、うん、でちゃんとね、線路まであるでしょ。うん、線路の横にさ、草まであるよね。うん、結構いいね。うん、この透明カバーをこう押すんだな。うん、こうね、ここから泡が出て音も鳴るみたい。うん、今ね、絶縁シートがまだ入ってる状態なので音鳴らないけどね。うん、で、こんなような感じですね。ちゃんとここ、機関車トーマスのステッカー貼ってあるね。うん、で、後ろがおしゃべりポンプの説明が書いてあるね。はい、では、まず音を鳴らすために絶縁シートを取りましょうか。はい、この透明カバーを外すんだって。うん、くるっと回して、あ、そう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 、ガチッ。はい、OK。そしたらここにネジがあるから、ここだ。あ、そうそうそう、絶縁シートを取ってください。 OK。 はい、入った。そして、あっやっちゃったわなるほど。うん、お、いいね、ちゃんと汽笛音まで鳴ってた。うん、次、手がピッカピカだーって出た。うん、僕と一緒に頑張ろう。お、いいね、うん、ちゃんとしたトーマスの声じゃん。うん、手がピッカピカだー。やっぱりこの3種類だね。うん、うん、で、泡ね、ちゃんと機能するかやってみましょうか。うん、はい、外して、うわ、ね、きれいきれいのね、残りのやつがあるから、詰め替えのね、うんうんうん、これを入れましょう。うん、入れる。おぉ、泡出てきた。こうこぼさないようにしないとね。はい、じゃあちょっとパパ出してみていい？はい。お、出た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 。まだ。うん。ああ、いいね。はい、ということで今回は機関車トーマスのおしゃべりポンプ泡タイプでした。あ、よかった押すときにボチュって出ちゃうかと思った。はい、勝ちだね。ということで、今日の動画がですね、もしよかったなとか楽しかったなと思った方は、ぜひ高評価ボタンお願いしますね。はい、今日はちょっとあれだったかな、ゆるかったね。かなりゆるかったと思いますね。はい、はい、そしてチャンネル登録をしていただくと、 YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、手もピッカピカですし、チャンネル登録もお願いしますね。はい、はい、あとコメントもいただけると大変頑張ろうね。コメントも頑張って入れてくれると大変嬉しいですね。はい、パパも頑張ってコメント返します。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。手もピッカピカでバイバイ。